ご機嫌よ。う。よくお会いしますわね。もしかして、あなたも生徒会入りをご希望ですの私たちへの絶対服従を誓うなら、考えないでもありませんわ。お目覚めのようですわね。眠気覚ましに、紅茶を一杯いかがかしら <laughs> いい香りでしょご心配なく。 おかしなものなど入っておりませんわ生徒会室でご一緒に食事などいかがでしょう私についていらっしゃい出られる保証はありませんけれど <laughs> 冗談ですわあらもうこんな時間そろそろ帰宅の連絡をしないと 心配症のお姉さまたちに創作願いを出されてしまいますわ。黒限が迫っています。すべてが闇に覆われる、かの時が。あ,あの、怯えないでくださいます要は、私の眠気が限界だと申し上げているのです。 くつろぎのひとときは、英国式の紅茶に限りますわ。生徒にはカフェオレが人気のようですが、あの泥水のような飲み物の、どこが良いのでしょう何やら不穏な気配がいたします。体を使う仕事は増えてですので、お化け大使の真似事などに、私を借り出さないでほしいのですが。 とある鏡張りの館で、私の偽物を見かけた者がいるとか。私にそっくりなのは、あのタルトとかいう生徒だけで十分なのですが。この制服が気になりますのこれは生徒会だけに許された特別性ですわ。高速違反だなんて、とんでもありません。私たち生徒会こそが。 高速なのですから。あら、そこにいらっしゃいましたの実はこの仮面かなり視界が悪くて、真正面以外はきちんと見えておりませんの。ふふふ。現生徒会が高速だというものがおりますが、それは違いますわ。私たちは堂々と素顔を隠し、 生徒会室へは公然と立ち入り禁止を貫いておりますもの。誰も教室で私の姿を見かけたことがない。生徒会の職務は忙しいのです。くだらない授業を受けている暇などありませんわ。全生徒会長はラピのお姉様。 現在の生徒会長はコルボンお姉様ですわ。私は副会長として実務の多くを執行しております。ラピヌお姉様は赤毛、コルボンお姉様は銀髪。姉妹なのに似ていないなどというものがおりますが、失礼な話ですわ。明らかな共通点がありますのに。 エンコ採用ゆえでしょうかで、学年主任の自由すぎる振る舞いは目に余りますわ。ラトレモイユ教頭に少し強く言っておかないと。おや、少しお疲れのご様子。学業こそ学生の本分と申しますが、時には休息も必要ですわ。近場に良い温泉があります。 近々、招待いたしましょう。ああ、お母様。なんと力強く、神々しいお姿。あいつからそこにわ、私は、スマホの壁紙を見ていただけですわ。 ごきげんよ。う。よくお会いしますわね。もしかして、あなたも生徒会入りをご希望ですの私たちへの絶対服従を誓うなら、考えないでもありませんわ。お目覚めのようですわね。眠気覚ましに、紅茶を一杯いかがかしらうふふふ。<laughs> いい香りでしょご心配なく。 おかしなものなど入っておりませんわ。生徒会室でご一緒に食事などいかがでしょう。私についていらっしゃい。出られる保証はありませんけれど。うふふふ。冗談ですわ。あら、もうこんな時間そろそろ帰宅の連絡をしないと。 心配症のお姉さまたちに創作願いを出されてしまいますわ。刻限が迫っています。すべてが闇に覆われる、かの時が。あ、あの、怯えないでくださいます要は、私の眠気が限界だと申し上げているのです。 くつろぎのひとときは、英国式の紅茶に限りますわ。生徒にはカフェオレが人気のようですが、あの泥水のような飲み物の、どこが良いのでしょう何やら不穏な気配がいたします。体を使う仕事は増えてですので、お化け大使の真似事などに、私を借り出さないでほしいのですが。 とある鏡張りの館で、私の偽物を見かけた者がいるとか。私にそっくりなのは、あのタルトとかいう生徒だけで十分なのですが。この制服が気になりますのこれは生徒会だけに許された特別性ですわ。高速違反だなんて、とんでもありません。 私たち生徒会こそが高速なのですから。あら、そこにいらっしゃいましたの実はこの仮面かなり視界が悪くて、真正面以外はきちんと見えておりませんの。ふふふ。現生徒会が高速だというものがおりますが、それは違いますわ。 私たちは堂々と素顔を隠し、生徒会室へは公然と立ち入り禁止を貫いておりますもの。誰も教室で私の姿を見かけたことがない。生徒会の職務は忙しいのです。くだらない授業を受けている暇などありませんわ。 全生徒会長はラピヌお姉様。現在の生徒会長はコルボお姉様ですわ。私は副会長として実務の多くを執行しております。ラピヌお姉様は赤毛、コルボお姉様は銀髪。姉妹なのに似ていないなどというものがおりますが、失礼な話ですわ。 明らかな共通点がありますのに。縁故採用ゆえでしょうかで、学年主任の自由すぎる振る舞いは目に余りますわ。ラトレモイユ教頭に少し強く言っておかないと。おや、少しお疲れのご様子。学業こそ学生の本文と申しますが。 時には休息も必要ですわ。近場に良い温泉があります。近々招待いたしましょう。ああ、お母様。なんと力強く、交互しいお姿。いつからそこにわ、私はスマホの壁紙を見ていただけですわ。